問題なさそうだけどね。はい、いいんじゃないですか。え、大体どこでも滑れるでしょ。だいぶレベル高いと思いますけど。ああ、はいはいはい。ローテーション系の滑りなのですごくしんどそうです。切り替えが時間かかっちゃって間に合わなくて、その間にどんどんスキーズリーズに行ってほしいから、ではですね、あのテレマークポジションの、うん、もう全部独学ですか。今はこう前後に開くポジションは基本はまあできてるとは思いますけど、一応確認意味も含めて、作っていきたいんですけど、前後に開く、両足にできるだけ荷重していきたい。ただ、まあ、シチュエーションとか滑り方とかによっては、前足に荷重したり、後ろ足に荷重したりとか、その辺は、臨機応変に使っていくんですけど、臨機応変に使うために、両足均等荷重を覚えなきゃいけないんですね。そこを基準に前足乗る、後ろ足乗るっていうのが必要になってきますから。なので、まあ最初の段階としては両足に均等の荷重していきたいんですけども、ほとんどの場合はその、内足に荷重するのが難しいので、内足荷重をまず覚えて、内足荷重から均等荷重に持っていくっていう流れを作っていきたいです。で、まずはこう、しっかりとしゃがむポジションですね、を作っていってほしいんですけども、内足に体重かけるときにこういう感じです、はい、でポイントとしては今これだと今のポジションを確認するために、ね、一回板外してください。はい、それ一回ひっくり返した方がいいかな、うん、誰か当てるかもしれない、うん、で今の姿勢を、NTN ってこうシステムの、反発力とかバネの力がすごく強いんで、実際やろうとしている運動がその反発力に負けてできてない可能性があるんで、人間はどういう動きをしてあの形になってるかっていうのを確認しておきます。で、その時に、この道具でテレマークポジションを作る時にやってる姿勢っていうのは、こういう姿勢です。じゃあ板吐きます。もう一度板吐いて、もう一回今の動きですね。を再現してみます。うん、そうすると強い内側足の軸ができます、うん、今度はそこに乗った状態から外足を使っていける。この軸がしっかりできてなくて中途半端なテレマークポジションを取ってるとこれすんげえグラグラするんですよね、うん、だから全然こう定まらない。でハイスピードになればなるほど内足は結局曲げなきゃいけなくなってきますから、内傾角を取ろうとしたらね、だからそのポジションをしっかりと覚える必要があります。OK ですか。じゃあそれはちょっとね、斜角行でやってみます。今度は実際滑りながらやんなきゃいけない。反ってる反ってる。めっちゃ反ってる。めっちゃ反ってるな。反ってるなぁ。反っ
ってるな、反ってるわ、めっちゃ反ってるわ、お腹が一番前出てるわそうそうそうそこは後で直します、そこは後で直します。そこはちょっとまだ行ってません。そこまずは車格好やりましょう。車格好、まあさっきやったしゃがむ姿勢そこでちょっと作ってください。今度斜面状なんでエッジ角付けされた状態でやってますね、はい、さっきと違って角が立ってますよね、うん、その状態で、でだんだんポジションがちっちゃくなりやすいから、あのそうそうそう、そんなです。そのポジションを作ったら、そのポジションで車高してください。こうやってはい、OK、ドーンと座ったら安定するはず。そうそうそう、体反ってる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 、反り癖あるねもっと前傾かけよう、もっと前前前前、もう一回いきますよ。はい、しっかりと、今度右足の外側のエッジ少し前傾入れよう、前傾入れて前を見る、もっと前傾、そう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 、前傾、もっと前傾、反ってる反ってる反ってる、そう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 反るね、反る癖がある。もっと体を上半身をかぶせて、この内足に全体重乗せるぐらいの、うんうん、胸の重さも乗る、うん、どんどん反ってきます、だんだん反ってきます、どんどんリクライニングしてあのなんか新幹線乗ってじわじわリクライニングじわじわリクライニング増やしていけば、後ろの人に何も言わなくていいんじゃない作戦みたいな感じで、だんだん後ろに反ってくるからさそう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 、うん、かぶせてかぶせて、うん、それをかぶせて大丈夫だから、この時に内足に乗ってかぶせれば大丈夫、外足に乗ってなければ大丈夫だから、内足に体重やってかぶせるのは全然いいから、そう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 、外足の体重が乗ってなければ前傾はありえば、むしろ作った方がいい、うん、そうそうそう、その胸の重さを内足に乗せていくようなイメージ、膝の上にね、ぐっと、そうするとスキーがっつり安定しますから、うん、そうそうそう、よし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 、はい、微妙に反ってきてるけど前傾がなんか最後なくなってたね、なんかね、うん、あとは今の段階でこう内足に体重かけて、この内足の角付けを少しだけ意識して、その角付けっていうのはスキーの角の角度を一定にすること、これがね結構そこのスキーの角付けのコントロール意識もがあんまりいってない、スキーがグラグラしちゃってるんで、スキーの軌道がグラ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 しちゃってるから、その角の角付けを変えないで上にしゃがむ感じ、うん、でなおかつリクライニングシートを倒さないじわじわっとこの状態で作って、少しね かぶせていいですね、内足に体重をしっかり乗せて、そう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 、はい、オッケー。次はまあ今の姿勢はもう練習はできたらやってください。まあ今日はレッスンなんで、あの練習ばっかりしても時間もったいないですから、次のステップに少し移ります。で本当は今のしゃがんだ姿勢でもう少し安定するのを覚えてもらった方がいいです。だけどまあそれは練習してると時間がもったいないので、次のステップに行きます。次は立った状態で、要はアルペンポジションで車高を始めて、
滑りながら今の姿勢を作ります今座っ止まった状態からこうポジションを作りますけど、今度滑りながらこのポジションを作る。その時にスキーのそれは動かさないんじゃなくて、実は動かさないようにスキーを操作してるってことになります。そこにも意識してください。ここから車高をしながら、ね。そう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 。あ、いいですよいいですよ。はい、オッケー。なんか反ってきたよ。最後反るね。あんま飛ぶんで今。はい。いや、何も言わ、あと10メートル進んだら多分お腹出てくると思う。今反る前で止まってるだけだから。さっき滑った時めっちゃ出てきたから。もうそのキープキープキープ。もう一回やりましょう。はい。車高をしながら、スキーの軌道を変えないで、しゃがむ。ああ、ちょっと来ちゃったかな。いけるか。逆、逆、逆。そうそうそう。はい、そして反って、最後。ちょっと反る癖があるんだね、多分。それには止まれない人、止まれなくなっちゃう。常にかぶせていかないと、うん、前傾前傾。スキーが前に出ちゃってる。